ん？何？ここ？寝室。釣りのためにお引越ししたの。もう疲れたんですけど。高知県女釣り師松本香里です。私の釣り道具。まだ散乱してるんだけど。お洋服たちもぐじゃぐじゃ。私漁師になる県、愛媛県紀北町から高知県宿毛市に移住しました。なかなかいい味で出してますね。もうこれさ、取れとるけんガムテープでついてますね。やばいな。あ、怖っ。やばい、雲いっぱいおる。この辺とかやばいやん。これもうちょっとコーキング剥がして、あの、打ち直す。これは年季入りすぎて素手で触れません。はい。ああ、ちょっと DIY とかろくにやったことないけど、やってみましょうかね。で、さっき市役所に行って移住の手続き完了したけん、正式に宿毛市民になりました。あれは県の施設なのかな？漁業就業センターっていうところの力を借りて漁師になります。で、漁師さんの下で1年間長期研修を受けて、で、1年経ったら自分がもう自立して一発にやっていくっていう制度なんやけど、あの、本気で漁師になろうって思ってる人、興味がある人は、あの、漁協就業センターさんに相談したらいいと思うよ。漁協の方にでもね、あの、漁協の方でも問い合わせできるし、すごくね、親身になって女やけんできるわけないやろっていう人がほとんどかなと思っとって、私は跳ねつけられるかなって思っとったんやけど、そんなことなくて、ぜひやってくださいっていう感じで、本当に親身になっていろんなことを考えてもらって、すごく早急に動いていただいて、この授業を開始することができます。本当にありがとうございます。私はね、海が好きやし、魚釣りが好きやし、もともと漁業はすごく興味があったけん、本当に嬉しいよ。今からそう簡単に漁師ってなれる、漁師さんってなれることじゃないと思ってるし、あの、簡単じゃないっていうのはもちろん分かってるんやけど、それでも苦しいことの連続かもしれんけど、それでもどうしても自分でやってみたいん。やばいです。開始早々あの大変手ボロボロ。こっちもよ、こちらも全部なんかダメよ。自分が一人で海に出て、で、こっちの太平洋で大きな魚を釣ってみたいし、何もかも一人でして大きな魚を釣り上げたい。それもあるし、海に降りたいんよ。なんか今からね、苦しいことがあっても、好きなことやけん、好きなことに伴うことは、苦労は、私やったらきっと楽しんでいけると思ってるけん、どんなことも諦めることなく食らいついていこうと思ってるけん、まあ見てや、よろしくお願いします。遊び半分じゃなくて本気で、やってみようと思ってるけん、不安はたくさんあるけど、不安よりも楽しみとか、あんなこともしてみたい、こんなこともしてみたいっていう方が上回ってるけん、気づいたらここに来てしまった。まあね、ここでまた新たな人脈とかいろんな人たちと関わっていかないけんけん、私は人間関係、なんか上手にできるタイプではないし、あまり社交的、こうやって映像で見る分には社交的な風に見えるかもしれんけど、あまりね、私社交的な方ではないんよ。まあけん、その部分はちょっと心配だなって思うとかあるけれども、あの、いろんな人と仲良くできたらと思ってます。まあ、ぶちくらすとか言うけど、生まれ育ちがめちゃくちゃいいもんで、あの、口の悪さはね、ちょっと、治らないかもしれないけれども、どうぞよろしくお願いいたします。移住しました。あんまりね、家賃にお金をかけたくないけん、もう2万5千円のここで、とりあえずここからスタートよ。今からどんだけね、漁具とか増えていくかわからんけん、このね、釣り竿もね、全部ね、ふきふきしてたのよ。はい、いっぱい物を詰めてます。なんかごしゃごしゃいっぱい詰めとんよ。ちょっとずつ運ぶんよ。雨すごすぎ、雨すごすぎ、くしゃべりねえけど、やばいやろ、これ大丈夫？怖いんやけど、今から山道行くんですけど。ちょっと、はい、ちょっともう怖い、もう怖いんやけど、ごめん、ちょっと電気まだね、繋がってないけん、ちょっととりあえず撮りようやけど、怖い、もうここら辺も雲いっぱいおるしさ、もうここも中にも雲おるんよ。あのね、ちょっと、はい、なんかルームツアーするいけんわい、見えんわい、電気ないけん、あー怖い、やばい、雲いっぱいおる、いや、嫌すぎる。まあここはね、ちょっと綺麗にしてあるけん、どうにかやけど、どうしたらいい、もうね、あとね、もう見て、もうこれほら、ほら見てよ、もうこれほら見える、これ雲おるんてよ、怖い怖い怖い。はい、でこちらが和室でしょ。はい、ここらはちょっともう傷んでますけどね、値段が値段なんでね。それとかちょっと壁とからもさ、結構傷んどんよ。ここも破けてますね。そこらも破れてますよ。頑張らんと、怖い、もうめちゃくちゃ怖い。ほんでこっちは、こっちはね、洋室なんやけど、こっちも雲がおるんよ、もはや。ごめんね、ちょっととりあえずの荷物入れたんやけど、あれどこ行った、雲、あれあれ、いけ、おらんなった、おったか、おったおった、あ、おったおった、怖い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 、ほらほら見て、怖い怖い怖い、ここに住めるんかな？怖い怖い怖い、ダメ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 、怖い、やだ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 、ちょっと待って、やー、怖い、怖すぎ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 、えい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 、死ね、怖いよ、もうなんて怖かったんでしょ、いや怖い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 、もうこれやっつけました、怖、やだ、もう台所はもう
まあ、新しいね。まだ。まあ、いいとするか。しかもこんなんついてますけど、これちょっといらんな。うん、もう先が思いやられるな、これ。もう絶対雲がいっぱい出るんで。どうするん？夜寝よるとこここら辺放ったら。でもちゃんと前とかも草買ってもろとったわ。ありがとうございました。いや、あの草嫌やなって思ったよ。よかった。はい、ちょっと今からお掃除お掃除。はい、できました。私ね、全然お掃除とか好きじゃないよ。ああ、もうどうして、あ、とりあえず上からやね。うわ、熊の巣おりますね、やっぱ。天井から。よいしょ。やだなぁ。こんなん見せられて面白い。楽しい、これが。はい、綺麗になりました。よいしょ。よいしょ。あんまり掃除好きじゃないけど楽しくなってきたわよ。あ、壁はそこまで汚れてないな。大丈夫みたい、壁は。天井とかも結構染みてますね。もう怖すぎて嫌になっちゃうよ。よいしょ。なんかあのウェットのやつも買っとったんよ。除菌ウイルスみたいな。そう。もう怖すぎるよ。絶対開けらん。じゃんじゃじゃん。とこれでやっぱ拭いときたいやろ。うん。よいしょ。こっちもね。やっぱ床とかも結構汚れてるもんやけんね。やっぱやった方がいいね。よかった、これ。ウェットティッシュみたいな買っとってよかったわ。やだ、もう怖い。これ怖すぎるって。どうやって取ったらいいん、これ。これどうやっても取れんねんけど。どうしたらいいん、これもう。なんで？これなんか、猫の爪みたいな跡あるんですけど。戸開けたらもうまたこれ、でかいの出てきた。やばいって。これ猫飼いよったんやろね。うん、ギザギザになっちゃうらい。あらら。ここはまあね。あ、ここらは綺麗でよかった。もう疲れたんですけど。とりあえず釣り道具とかを運んだ。あのね、今不動産屋の人と大工さんとか、あと刺し屋さんとか来てもらって、網戸もつけてもらえるようになったし、で、あとあの、なんか変な卵あったやん、取れんかった。あれもね、もうすぐどうにか、なんか、なんてあの、お好み焼き焼くやつみたいなやつで取ってもらって、すぐ。で、あれも取れたし、うん。で、あとなんか、何その、意見とこちょっと直してくれるようになったけん、もうすぐ対応してくれてから、しかもね、なんかあの、感じのいい人やって嬉しかったんよ。で、もうね、昼から来て直してもらうんよ。嬉しいなぁ。あとね、そこらの、なんか、ちょっともう汚れとるとことか、木がもう傷んどるとことかは、DIY みたいな感じで、うん、またそれらもね、ちょっとずつ、なんか自分が気になるとこは直していこうと思うよるんよ。できるかわからんけど、ちょっとやってみない？ね、寮が休みの日とかは、そういうのもちょっとやっていこうと思うけん。逃げろ逃げろ！あっちも、わ、やばいやばいやばい！このお部屋ね、まさかの照明もエアコンもついてないけん、買いに行ったんよ。で、そのまま実家帰ったんやけど、お父さんが大変なことになっとった。焦げたんと、夜。ちょっと救急車で運ばれて、まあまあの怪我しとるけん、衝撃映像となります。ご注意ください。それいけるかいね。取っとけって。ああ最後の言葉は。まあ大丈夫よ。大丈夫よ。ちょっと閉めて。やばすぎやばすぎ。ああ、山道すごいんですけど。ゴーゴーヘブン抱えきれない。もう荷物いっぱい抱えきれんぐらいの荷物がいっぱいなんよ。この曲好きなんよ。荷物いっぱい。はい。これやっとったけんさ、あ、見て。ほら、集めたんやけど。なんかゴキブリとかはやっぱ出てきたわ。死んだ死んだ、よかった。今日は冷蔵庫と、あと洗濯機も届いたけん、今から運び入れしてもらいます。なんかね、天井が低いけん、ちょっと換気扇、冷蔵庫置いたら換気扇が隠れるみたいで、どうしよう。なんかもう置き場めっちゃ困るんやけど。大丈夫かな？え、なんかお店で見るより大きく感じる。ここの天井が狭いけんか。これこうなっちゃうけど、やっぱこれぐらいありますね。ですよね。換気扇が本当よ。やばそう。あ、斜めにして入れていけんのか。はい。冷蔵庫入りました。まさかのここに入れたらさ、換気扇がもう塞がっちゃうというね、大事態。うん、簡単に説明しますけど、はい、ここ電源ですね。はい。なんかティムっていうやつで買った自撮り棒と、あとこれはね、ちりとりも買ってみたんよ。あとこれはなんかちょっとした棚。配送の時にこれ結構ぶっ潰れとって、はい、1個はね、割れとったんよ、商品。それはね、返品手続きするつもり。はい、よかった。これは割れてなかったです。ちりとり、ちょっと組み立てます。これ見て。あの、石鹸置き。あとね、このお椅子はね、もらったんよ。ありがとうございました。わーい。これももらったんよ。この、あの、何、冷風機っていうん？これももらった。あー、涼しい。私、こういうの組み立て、あ、ごめんなさいね。動画撮りながら勝手に喋りよるみたいな。
はい、テーポリは全部話しました。 ありがとうございます。ちょっとこのホーキーに関してはなんか説明書とかないけん、なんかこんなんしかないけんね、これ見て作るしかないみたいな感じ。やばい、ちょっとこれ水道、これ中が腐食して水がボリよるんよ。今ね、不動産屋さんにちょっと急遽連絡して、業者さんちょっと手配してもらうことになった。やべ、次から次に。もう楽しい。はい、できました。これなんかそこら辺履くやつ見て、これ。うん。ほんでさ、こうやって、こうやって畳めるし、ここにね、よいしょ。もうなかなかいい感じよ。いやこれマジで掃除、ちょっと、掃除するけん。怖い怖い怖い。怖い。この、これでも水漏れわからんな、ちょっと。まあ、これも剥がれるけん。ある程度もうやれるとこは自分でやってみる。うわぁ、もう心配。怖い。ちょっともう掃除する、掃除、掃除。怖っ。洗面台でしょ？で、洗面台もちょっともうこれ、結構腐食っていうか、これ、まあ、金属磨くやつで磨いたら綺麗になるかな。鏡はつけてもらうけん。あとね、お風呂よ、お風呂。ほら見て。怖い。もう怖いよ。まあ、天井がね、ちょっとさすがに綺麗に直されてるんやけど、あのね、ちょっともうこのコンキングとかがこれ私入れんけん。ちょっと汚くて入れんけん。この辺とかやばいやん。これもうちょっとコンキング剥がして、打ち直す。ちょっと待って。やばい。ここもまずいやつおる。ほら。うわー！でもさ、バルさんで死んどるわ。よかった、バルさん炊いて。怖っ。これ2個。2個も炊いたんよ、こことあそこで。あれで。よかった、これ結構効いとるわ。どうしよう、これなんか私できそうにないんやけど。なんか予想よりちっちゃいんやけど。これ何これ結構、なんか、まあ、チャチーっちゃチャチーな。まあ、値段が値段やけ仕方ないか。1989円やけん許そう。はい。中身はこれです。まさかのこんな軍手も入っとったわ。なんか使えるかどうかわからんけど、とりあえず、買ってみたんよ。何これめっちゃ可愛い軍手。これ男の人入らんわい。なんか私にぴったりみたいな軍手やけんさ。軍手好きなんよ。何これ相当薄くて可愛い。とりあえずこれを全部通すね。よいしょ。うん、やばこれなんかやっぱあっちのやつやけんさ、企画が甘いやん。おやけんちょっとあれやな。おい、こんな感じでもさ、これ結構チャチーな。やっぱ薄いわ。もうほんとちょっとのなんか置く棚って感じやな。ねえ、ちょっと見て、なんかこれもさ、数合わんのやけど。どんなの。じゃじゃーん。はい、組み立てました。なんやけど、ちょっとまさかのまさかよ、さ、この横のやつが1枚足りんくて、ここちょっとなしも一枚足りんかったわ。入ってなかった。だけどね、案外組み立てたら、うん、こんな感じ。私、お風呂にね、お風呂場のとこ、脱衣所のところにこれ置こうと思って、タオルとか、あと何、下着とか。はい、できた。どうこれ。こんな感じ。それと、あとね、ちょっと、ここのね、電気がつかんくて、あ、こっちはあるんやけど、ここつかんくてさ、開けたら、電球自体ないんよ。よかった。私、まさかの電球もろうたんよ。よいしょ。この電球、もらった電球つけます。ありがとう、電球くれた人。嬉しい。よかった。よいしょ。つくかな？あ、ついたついた。消しとくか。明るくなった。何、すくもの山田電機さんで。買ったらさ、あ、これ粗品もらったんよ。嬉しい。このクーパーとか。あ、これ相当助かる、助かる。いやー、ネットでね、買おうか相当悩んだんやけど、あそこで行ってよかったわ。チューブもあるし。で、これか。ありがとうございました。あ、これ、あ、そうそう、名刺も入れてもらっとる。はい。ね、たまたま入ったらね、すぐ担当してもらったのが店長さんやったんやけど、本当親身になってやってもらってありがとうございました。なりよるなりよる。でもそうですね。本当よ、すごい、こんなに点滅して見えるんだ。わからんかった。あ、もうこれ直してもらいました。はい。あれ？ちょっとまさかの、もうちょっとまさかのさ、このパイプ忘れてきた。ショック、これ天井やりたかったのに。どこかな？よいしょ。もうこんなとことか気持ち悪いけんさ、これ。これ取れんかな？これ。あ、ノクな、ノクノク。なんとか抜くけど結構垂れるな。え？もう、これどういうこと？これ。え、もうドアノブ抜いたんやけど。え、よくわからんね、これ。やばいやばい。もうどういうこと？ドアノブ抜いちゃった。熱い！熱すぎや。熱いで。まあ、これが限界だな。もうほんとに。ここらもやっとこうか。やばい、古いけんさ。あ、やだやだ、来てた。これとかも触りたくないやん。はい、綺麗になりました。これ取れないね。あ、じゃんじゃじゃん。あ、もうこれで。どういうことこれ。よいしょ。あれで、ちゃんと大家さんに許可も、大家さんっていうか、不動産屋さんに許可もらってます。DIY していいか。あ、はい、取れました。やばいなぁ。もう暑すぎやろ、もう。汗だくないけど。あち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 。
ねえねえ、こんなん見て楽しい？魚釣りの方が見たいんやろ。分かっとるんよ。ちょっと待って。めっちゃ待ってやん。あーもうちょっとまだシールみたいなやつあったわ。ちょっと待って。あ、食べた。あーよかった。うわ、やばいわ。あの棒忘れたのが痛いわ。まあまあ汚ねえけんね。これとかも。あーもうここのノズルが、ノズル忘れたんしょ、この。はい、完成でーす。あー疲れちゃった。見て。はい、壁綺麗になったやろ。全部やった。やば、汗だく。あー綺麗になった。よかった。あとちょっとあのめくれるとこは、何？糊？塗りつけて、貼るけん。はーい。電気もつけたし。はい、ここ削ります。サンダーで削ります。ちょっとはマシになったか。ちょっと今釣りどころじゃないよ。これ拭いたんやけどね、これシミシミやけんね。ちょっとここもニス塗って、削ってニス塗るわ。汚いけん。ちょっとまだエアコンついてないよ。暑くて死ぬ。わぁ。もう魚釣りも楽しいけどね、これも意外と楽しいわよ。うん、結構ね、ここ汚いけんね、目が荒いやつ。ちょっと目が荒いやつ買ってきた、80番。うん、この、うん、80番でやるわ、ちょっととりあえず。で、仕上げで、180でやろ。へへへへ、これで早いだろ。うん、玄関の入り口のところも、ここら汚いけんやります。上がり口ってよ、入るとこ。うん、結構綺麗になったわ。猫のケバケバなくなった、だいぶ。暑いんやけども、あっちょ。あいよ。あ、ちょっとマシになったやろ。はい、そしてお次ここ。もうここら辺嫌すぎるやろ。もうこことか超怖いですやん。あのさ、この板よ、板。これ置いてあるだけなんよ、まさかの。はい、この板はちょっと乗せて。うわー、怖い怖い怖い。怖すぎ怖すぎ、ほら、見て、置いてあるだけなの。うわー、汚い汚い汚い。これ見て。いや、いやいやいや。でさ、どこの地区も猫のあれだらけやけん。いや、汚い。うわー怖すぎやろ。虫出そう。ちょっとま、やらやらやら。やだやだ。ちょっとこの板どうにかしてもらわんと、外出しとこうかね。え、やばいって。やだやだやだ。怖い怖い怖い、汚い汚い汚い。やだもう。あ、やばい。一難去ってまた一難。もうやばすぎ。楽しい。百均です。あ、もう嫌すぎるんですけど。わ、汚い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 。見せてあげようか。ね、ちょっと、見たい。この汚いの見たい人。やばすぎやろ。汚すぎる。これ見てください。うえ、汚い。猫の毛まみれ。私はここでは猫を飼えませんからね。飼えないよ。猫はね、お父さんとお母さんに預かってもらうことにしました。おはよう。なんかもう、もう嫌になっちゃうぐらい汚いけど、ちょっと楽しいんよ。どうしよう。ちょっともう楽しくなっちゃって汚すぎて。ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン。ああ、もうこれ、ツルツルになったもう。もう出来になったわい。金やんけ。止まった止まった。よし。これはいいでしょう。うん。はい。よいしょ。はい、行きまーす。これ好きなんよ、この作業。この作業すごい好きなんやけど、どうしよう。楽しい。待てよ。ちょっと暑すぎてから、ちょっと汗だくなんやけど。うん、ちょっと汗だくになりました。暑い。まあ、とりあえずささっと削れたけん。ちょっとね、ここらはね、もう全然ダメやわ、無理やわ。なんかちょっとある程度削って。まあ、ちょっとこれで、まあ、うん、ニス塗っていいかい？ちょっと、今これマスキングテープ貼って、何？ニス？ニス塗らい？ちょっとニス塗ったら、チーターマシやろや。ね。はい。ニス塗りです。あ、疲れちゃったよ。じゃこれに入れます。よいしょ。いやいや。わからんけど、これって振らんといけないな。あら、開けれるのかな、これが。まず。ちょっと待て。開いた。あ、疲れたわ、もう。やべ。よし。はいよ。これで塗っていき、怖い。割れちゃう。危ない。塗っていきます。これ上から塗った方がいいんかね、やっぱね。間違えた上からやな。ね。もうマスキングしとったら楽いね、やっぱね。はい。はい。思ったより綺麗になってます。イエイ。またゴキブリ出たもん。ゴキブリ出すぎ。やばい、ゴキブリ出すぎやろ、もう。もう、やめちゃうで。あ、やばい。やばい、やばい、やばい。これ。なんだ。なんで？これはダメやね。これニス溶けたわ。溶けちゃった、そこが。そこ溶けて穴開いたけんさ、これ。ダメダメ。あ、びっくりした。気持ちいいやつ、気持ちいいやつ。あ、ニスついちゃった。よいしょ。見えてる？結構綺麗に塗れました。下のね、下の色と合わせたのよ。この下のさ、なんかわからんやつと。そう、これ元の色。はい、これこんな感じ。どう？
ちょっとはマシでしょ。このまま置いとこう。ラップします。ちょっと蓋するの嫌やけん。また蓋開けになるやん。いやー、蓋はもうここに置いとくんですよ。はいよ。よいしょ。これでちょっとラップして乾燥を防いどこうかな。マスキングマスターになりますよ。よっしゃ。これでよしと。暑い。あーもうなくなった、マスキングが。マスキングなくなった、くそ。ちょっと乾かしてもう一回塗ります。よし。さあ、あとはマスキング剥がします。よいしょ。はい、できました。できました。ちょっとまだ乾いてないんやけど、まあ、元よりはマシやろ。はよ、染めるようにして釣りたいです。塗りたい、綺麗に塗りたい、垂れないで塗る時だけ何歌いようかな。あのさ、もうちょっと上の方とか塗るときにこれなんか垂れてさ、ちょっとムラになっちゃうよねこれ。うん、ニス塗り職人になりたいな。ちょっと上手に塗れないんですけど。これさ、まさかの溶けるけんラップ巻いた。これでも溶けるんかな、ラップが。ちょっとわからんけどやってみるよ、これでね。えいよ。あ、急げ急げ。よいしょ。はい、できた。はいよ。うん。もう疲れちゃったよ。意外と疲れるな、慣れんことしたら疲れん。やばいな。あんま疲れちゃった、もう休憩。これ雨漏りやないんかな、ちょっとわからんないけど。はい、ちょっとここいらも結構ひどいけん汚いよ。わ、汚い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 。あー、ここも見て、ほら汚い。やだー、これ見たらいけんやつやな。ゴキブリ殺すやつしとったらさ、めっちゃゴキブリ死んどる。あのスプレーすごい。え、もうゴキブリ出すぎやろこれ。怖すぎ怖すぎ。いっぱいおる。これ全部ゴキブリなんですけど、小さい。やば。あー怖。やだー、これなんか髪の毛みたいなの。もう何、もうまた次から次にもう嫌なんですけど、次ちょっと換気扇がなんか回ってないみたいな感じ。まあ、これ壊れてない？これ壊れてるよね。怖い怖い怖い、やばいって。もうちょっとこれ怖いって。これもう何年ものの死骸なん、これ。もう汚すぎるやろ。どういうこと、これ蓋しとるのに這い上がってくる、もしかして。どっからか、ここかな。もう怖すぎる、これ。磨かんと入れんわ。いや、つからんな、これ。ためんとこうか。いや、もうどこもかしこもやべえって。あ、汚い。ちょっとここ、うわ汚い。もうやるしかねえな。熱いって。まあ、ちょっと天井裏に落とすかも。はい、これティムで買った棚です。案外便利、強度はないけどね。ちょっともうここら辺サンポールかけてみる。なんか水垢みたいなのかんけんね、汚いし。え、のけそ、あ、綺麗にのくのく。すごいサンポール。ここらもめっちゃすげえ汚れだな。ここはちょっとコーキング打とうかね、汚いとこ。はい。結構、ピカッとなったよ。どうしても硬くて取れんとこあるけど、で、ここはちょっとコーキング打とうと思う。気持ち悪いけんね。ここ、なんか洗ったけどのかんわ。いけんわ。ほんで、あとこの裏も綺麗に拭いた。後ろもね、ピカピカに拭きました。やっぱスチームではのかんけんね、ちょっとサンポールかけない。もう、とりあえずもうかけない。うん、かけて乾かしてから考える。もう気持ち悪いけど、とりあえずかけよう。ここもかけとこう。申し訳ないですけど、これ抜くかも。ちょっともう嫌やん、ここは。それとか、この辺とかも。やべえよ、これは。抜かんもんね、やっぱ。これどうするの、換気扇効かないんですけど。これ死ぬが。死ぬ死ぬ死ぬ。ここらも、うわ、これいけんやろ、これ。ここ水入るやろ、コーキング打たんといけんか。まあいい、どうにかなるかも。失礼いたします。ちょっとここも汚いからね。よいしょ。この汚いところにとりあえず、うん、なんかもうサンポールかけまくるね。だって汚いよ、もう無理や。無理無理。どうしよう、これちょっと蓋もこれ取れとるね。ふにゃん。どうするこれ。これ換気扇機関係きついな。苦しいわ。あ、やばい、いけん、これ息しにくいわ。まさかの事態。換気扇が機関係気持ち悪くなってきた。いけんわ。あ、意外とちょっと汚いの抜いたけど、全部は抜かんね、やっぱ。どうしよう、これやっぱシリコン。コーキングちょっとうちのやってみらい。
ちょっとこの浴槽はやっぱグラインダーで磨き上げんと無理やな。ちょっとやってみない？プー、大仕事なんですけど、上。ちょっとはマシになりました。壁とか。これ。こっちとかすごい綺麗になった。このタイルもね、まあまあ、のかんとこもあるけど、まあまあ抜いたわ。もうだいぶヘロヘロなんですけど。やばいよ。ちょっと頑張ろうか。やばいよ。やばいって。ちょっとこれも拭いとこうわ。ガスだって。ガスガス。ちょっとまだガスは契約してないんよ。ここ住んでないけん。ちょっと予定よりいろんな工事があってさ、ガスの契約が遅れてるんだよ。入居できないよ。はい、ピカピカ。よいしょ。よいしょ、これはちょっともう、ここにつけて洗いましょうかね。次、これこれ。これでね、こんなところをやっていくよ。まあ、こんな感じでやっていきますんで、どうなるんこれ。もう楽しむしかないか。はい、これ。ティムからの荷物です。これ大丈夫ないかがわしいやつなんやないって思っとったんやけど、なんかね、同じ商品 Amazon とかにもあるけん。値段もこっちの方が安かったりするし。もう全然なんかすごい活用してる。でも、口座クレジットカードとかは登録してない。コンビニ払いにしてる。こんな感じで届くんか。あ、カーテンね、これはカーテン、カーテン。ちょっとね、試しに買ってみたい。安いけんね。安物買いの全入しないになるのかな？どうでしょう。今日はとりあえずここまで。あのね、続きはまた出すね。7月1日からこうやって、もう研修が始まっとるけん、仕掛けを作ったり、このトローリングヘッドにタコベイトをくっつけたりとかしよるんやけど、もうめちゃくちゃ楽しいんよ。ほやけどね、実際に会場の作業とかもあって、で、習っていくっていう感じやけん。やっぱね、慣れんことの連続で疲れちゃって、編集が思うように進んでないんよ。ごめんね。もっとハイペースで出したいんやけど、ほやけんね、ちょっとずつこうやって出すことにした。また続きはそのうち出すけん。待っとってや。鼻が、けんが起こない。子飼いに、ちょっとずつ仲間を増やしてな。面白おかしくやりよるけん。やったことないことの連続で難儀な時もあるけど、相当楽しみよ。今に見とけや、あのクソボケがって思いながらやりよるけん。見とってや。女漁師になるけん。どんなことも諦めたら終わりやけん。やらんとな。じゃあね。